普段ここは用水路なんですけども、何が何だかちょっとわからない状態ですね。旧2号線はまあこんな感じで、まあまあ全然大丈夫なんですけど、やばいところはやばいと。結構やばいですね。普段は結構下を見下ろすことができるんですけど、かなりね、目線の位置と同じ高さまで、水が来ているという状態です。普段はね、すごい普通に緩やかな川なんですけど、今日はちょっと、流れが、まあまあ、あちらが、JR 山陽本線、伯備線の、線路なんですけど、今日は、運休ということで、朝から。ことができないと。インターネットの方で岡山県河川、カメラって打ってもらうと、いろいろとね、ライブ映像が見ることができるんですよ。で、先ほど笹良瀬川って言ってもらったら、こういう状態で、1分ごとに更新されているという状態で、で水位など時刻を、1時間単位で、記録しとるようなんで、ヤフー天気情報の中にもライブカメラとか、注意報など、挙げられているようなんで、ぜひ、それも合わせてチェックしてもらいたいなと思うんで。いつもスピチューブ見てくれてありがとうな。これからもよろしく。